蔵の陸上競技場ってとこなんですけど、かなり綺麗ですね。多分寒いね。寒いっすね。寒いね。108本。すげえわ。あれ50、100本でしょ。それはただの練習でしょ。絶対聞き間違えるかと思うんですよ。まあそうだね。よかったっすね。ありがとう。君がみそぎ募集してくれたおかげだよ。ああ、よかったでしょう。こんなめんどくさいハメになると思わなかったでしょ、みそぎ。というわけでね、ハラケンチャンネルの企画で50メートルの SD ダッシュを、108本やるという企画でした。なんか全部でね、4時間半ぐらいかかったみたいですね。で、僕はちょっと、この後の予定とか仕事があったので、70本目まで付き合ったのかな。で、僕もちょっと休みながらで、計50本僕は付き合いました。だから半分ぐらいしかやってないけど、もう死にそうでした。で、ケンちゃんはもうしっかり本当にやらせなしで108本やりきって、しかも全部ほぼ1位だしね。1本ぐらいちょっと貸したかったんだけどね、ちょっと勝てなかったっすね。でもこの時この時で僕は、企画に付き合うというよりは普通に練習のために行って、なかなかロングで自分のフォームを見つめ直す練習ばっかで、人とこうやって競って走る機会が少なかったので、ちょっとあんまりフォームとか考えずに、しっかり出力を出して、もうガチムチって走ってみて、どんなスピードが出るかな、みたいな。あれもやっぱ目標とするザワチンとかね、10秒、11秒中盤とか、北さんとかにいかについていくか、いけるかをちょっと意識して練習しました。この時なんかね、ちょっと変えてったのが、なんか、リード腕、前振りから引き手、後ろ振りにちょっと意識を変えた時に結構スピードが乗ってきて、40本目ぐらいからね、感じがつかめたんですよね。シナパン早いっすね。62。勝ちたい、1回ぐらい。まだ勝てない、かなりでも競ってますね、下パンが近い、僕はずっと変わらないですよ。落ちてきてるだけ。僕変わらないって言いますよ。よーいドン。下パン、はい。今日は何日だ、 15?16?1月16 かな。今日はね、走り込み会でケンちゃんとやってる合同練習会ですね。オープンでも誰でも参加できるやつなんですけど、もうここが本当ね、同じ12秒台の人から10秒台の人まで、すごいいろんな人のレベルが集まるんで、ちょっとね、自分の腕試しとしては最高の環境なんですよ。今の自分の速さとかちょっと感じながらね、今の走りを試していきたいですね。今の走りとしては、前回の動画でも言いましたけど、まあ、去年ずっとやってきたお母さんのね、ニハードルっていうのは落下の感覚作りで得た落下を軸に、そこからどうやってピッチを上げれるかをちょっとこうケンちゃんのね、教えてもらった骨盤の操作とかで、少し最近はね、リード腕よりもちょっと引き手の意識の方がね、なんかピッチが上げやすいので引き手にしてますね。そんな骨盤も前に出て、少し、ピッチが上げやすいんですよね。結構パワーがこう出力が出せる走りにはなってきてるけど、ちょっと流れ気味だったりするので、今日ロングもやると思うんで、その辺でね、いい塩梅を見ていきたい。あとは自分がいいと思ったフォームで周りの人と比べてどんな位置関係で走れるかね。ケンちゃんもすごい調子いいからね、頑張っていきたいね。いや、あとはもうね、なんやかんや、今1月中旬で、2月の終わりぐらいからも大会とかね、あるもんね。もう絶対次一発で、一発ね、俺はもう11秒で出したい。もうね、もう飽きたよって言われても、俺にとってはもう一大勝負なので、自分にとっては猛勝負なんで、11秒台。出したい、本当に出したい。心から、渇望してるわ。ちょっとね、私的なことであれだけど、ちょっと自分のね、仕事の関係でちょっといろいろ今ね、トレーニングの時間がタータントラックに来られるのはやっぱ週2回ぐらいなので、ちょっと質の高い練習したいね。なんか仕事が忙しいからちょっとあんまできなかったとか言いたくないし、そんな言ってたら社会人で陸上やってても意味ないからね。頑張ろう。
絶対チチビラ出す。 50m では引き手にこう変えてかなりこうピッチが上げられる、出力が出せるような感じがつかめたので、でもその反面ちょっと足が流れてしまうとこは見受けられたんで、この練習会ではまあしっかり出力を出す、掴んだ走りの中でも足が流れないっていうのをテーマとしてやりました。でこの後200がやられるんだけど、いつも俺この練習会って結構レベル高くて200ビリの方なのよ。でこの日も11秒後半とか12秒フラットぐらいの人がいたんだけど、初めてね 200m あの先頭で走れたんですよ。いやマジで嬉しくて、まあ結局ね2本とも先頭で走れたと思ったら最後の最後でケンちゃんにぶち抜かれるんだけど、マジで腹立ってんすけど、まあでもあのやっぱりこの冬200とか150のロングをしっかりやってきた成果が少しずつ出てるので、もっともっとフォームを固めていきたいと思います。で今年のテーマとしては、白石選手に去年言われた言葉があって、シダパンさんの走りって綺麗すぎるんですよねって言われたことあって、ただ綺麗に見た目がいい走りをしてて結局力が埋めてないみたいな、もっと人の体って個性があって、もしかしたらもっと腰寝るかもしれない、もっと腕がいい角度で振れるかもしれない、あの汚くてもいいから速くさせるっていうような要素がもうちょいいい感じで組み合わせれるといいんじゃないですかみたいな、自分の体の強みをもっと活かして汚くてもいいから走るっていうのを少し考えてみてくださいって言っていただけて、その通りだなと思って、まあ基礎練はね、俺基礎はしっかりやっていかなきゃいけないと思ってるの、陸上の経験が少ないから。でもその中でも自分の得意な動きっていうのを見つけるために最近こんなことをしてます。そう、総合格闘技です。自分の体の強み何かな、今まで人より動けるなとか、ちょっとここの動きって強いのかなって思った経験何があるなと思って、やっぱりずっともう10年近くやってた格闘技だなと思って、その中でしかもキックの動き、俺かなり蹴りが得意で、空手をやってた中でも空手選手の中でも結構蹴りは褒められてたんですよ。で蹴りの動き何かって言ったら、あの蹴ってる、例えばこれ右足で蹴っていくときに右手を後ろに引くじゃないですか、腕を引いたときに骨盤が前に出る、これ走りとめちゃくちゃ近いナンバー走りの動きなんですよ。でやっぱりこの手を引いて腰を前に出していくときって結構格闘家の中でも褒められてた動きだったなとか、自分が好きな動きだったなとか、そういうのがやっぱりずっとやってたスポーツの中で、まあ、楽しいスポーツでもありますし、なんかこう気づきがめっちゃあってね、年末頃からね少しずつ、トレーニングしてきた中で少し体のキレがね出てきたところもあるし、やっぱり格闘技ってずっとこのインパクトの瞬間に体幹とか腹圧を入れる要素もあるし、人とこう組み合ったりとかレスリングをするときにも体幹とか超腹とか疲れるんですよ。フィジカルトレーニングとして、あとはまあ先ほどの白石さんの要素ですよね、自分の体の強みって何かなってところの気づきを得るために、最近ね格闘技の練習をしてから陸上行くとか、ちょっとこうウォーミングアップというかね、まあ、格闘技は格闘技はしっかり練習はしてるんですけど、なんか陸上に生かせるところがないかなっていうので最近始めてます。パンチも本当一緒ですよね、肩と腰を一緒に前に出す動きなんで、もうナンバーバシーの動き、これがすごいね僕の中でガーッと中盤ピッチ上げるときに引き手で骨盤肩が前に出てくる感じっていうのが掴めてきた要素があるので、ちょっと今後もねフィジカルトレーニングとしてこの格闘技と陸上ミックスさせて、なんかねどっちも楽しんで相乗効果があればなっていう風に思っております。シダパン。でこれがね数日後のトレーニングなんですけど、この日が一番格闘技でやってきたこうナンバーっぽい動きと、まあちょっとそのピッチが上がった中でも足が流れないみたいな、自分の中で一番感触のいい走りだったんで、ちょっと皆さん見ていただいてアドバイスとかよろしくお願いします。また神奈川マスターズ出れたらいいね。確かにね、あるかわかんないけど、神奈川マスターズあるとしたら何日かも日程出てんのかな。ゴールデンウィークとかじゃなかったっけ。あ、ほんと4月か、4月下旬かな。3月は日程とか出てんのかな。いやまだ出てないんだよね。ほんとで多分公式やつあんまなくて、なんか大学やってるやつとか、あの最後に出たような大会。あ、そう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 、イメージ。あでもあれも一応公認記録でしょ。あ、そうそうそう、あ一応公式大会だけどね。なるほど。その陸連がやってるやつじゃないかもしれない。したいね。いや早く行って決めたいね。ねえ、いやでもモチベーションはね高くなってきました。てかもうあっという間だね。僕知ってあっという間だったね。積み重ねられたかな俺ら。いやでもなんか200をちゃんと走れるようにはなったね、去年よりは。それが良かった。この前のさちょっとうまくつなかったけど、一応12秒フラットとか11秒ギリ入るような人がいたじゃん、うん、
と走って結構勝ってたよね。勝てたんだよね。去年200ではまずなかったからさ、なんか絶対下パン11秒出ると思うって思ってんだけど、去年も同じこと言ってたから大丈夫かなっていう疑いはある。わかる、あの必ず達成すると思うけど、やっぱ道は険しいっていう前提で言うやっぱこれはあるからね。いやだから俺も疑ったら調子良かったじゃんこの前、うん、結構みんなさめっちゃスピード出てますねみたいな言ってくれたけど、ちょっと疑った、ちゃんとこれはちょっと下手になってるからちゃんとやって。なんか去年の春月もそうだったもんね。そう、なんか11秒台の選手で勝ったりしたとか言ってさ、まあ、でも去年はそこでさタータンに行けない時期が入っちゃったっていうのもちょっとあるから、あ、なるほどね、このまま気緩めないで行きたいね。いや行けると思うよ、早いもんって。最近は早い気がしてんだけどね、うん、この前走り込み会で意外とシダパン早いんですねみたいな、みんな意外とっていうの。映像映してなかったんだけど、集中してやりすぎて実はちょっと強化してた部分が四頭筋なのよ俺、はい、あの今までバックスクワットでウェイトもやってってちょっとあまり映してないんだけど、うん、ハムに効かせるフォームでちょっとやってたのよ、うん、ローバーで、うん、最近ねフロントで構えて膝しっかり前出して四頭筋効かせるスクワットも結構重点的やってて、へえ、そしたら結構ねピッチとなんか前動画にしたんだけど、ももの振り出しってあこの辺までは四頭筋で、うん、この辺から深く上げるときに腸腰筋になる、うん、だからこの浅い角度での振り出しそのパワーが結構ついてきた感じして、下パン200も見慣れたな。彼最初から結構突っ込んでね、後半も結構持つんですよ。この前走り込み会でね、まあ、10人ぐらいで練習したんですけど、下パンその中で一番前でしょうかね、まあ、僕の次に速かったですね。もうね、意外とフォーム崩れて走れてるから、さっきの8時に比べるとやっぱり状態がちょっと起きたのかな。お疲れ様です。最近ポジティブだと思うんだけど、うん、ポジティブだと思うんだけど、すごい瞳孔開いてるよ。あのさ最近ね、あの瞳孔開いてるでしょ、ええ、怖いよ。201本でもう吐きそうってなれるから出力出てんのかなって。早いよ普通に。いやでもどうだったか、ちょっと前傾がでもうまく作れなかったな。うん、なんか動画内で話してたんだけど、80よりも前傾起きてたなと思って。そうだよね、うん、いやむずいな。鈴木くんと教わった時にさ、カーブの方が俺前傾作れるようなイメージがあって、あそれちょっと大事にしたかったけどちょっとできなかったな。なるほどね。ああ遠心力に任せてですか。この前と動画で話し忘れたけど、そう体倒れる感じは俺全然分かんなくて、うん、カーブだとなんか横にこう倒しながら進行向に行けるから、なんか倒れ込む力がねイメージしやすかったんで、あそれもちょっとある。前傾がちょっとずつできてきたな。あれだね、電車と一緒だね。曲がるときちょっとさ斜めになるでしょ、あれだよね。じゃあちょっとお言葉だけど多分これこの動画これラストなんですよ、この練習は。あですね、あの俺の視聴者もありがたいことにですね、もう2万弱ぐらいになってるわけですよ。すごいよね、1万8000ぐらいに。すごいこんだけ言ったら今までいなかったけど、やっぱ電車好きの人もやっぱ見てるかなと思う、まあ いるね、いるじゃんそれは。いるいる、それってさ嬉しいじゃんやっぱり。電車好き電車好きの人も陸上好きだったら嬉しいでしょ。まあね、すごい嬉しいね。俺2021年のテーマは陸上知らない人に陸上知ってもらうっていうのをすげえテーマにしようと思ってて。なるほど、やっぱその一発目もうこれしかいないと、やっぱ電車好きの人に知ってほしいっていう。電車好きの人がもうこれ聞いたら一発で、あもう陸上やろって、あもうやばいわ電車だけ知ってたら損だったわ陸上やろって思えるような一言を絶対カットしないんで言ってほしい。だってさ俺のテーマが陸上知らなかった人に知ってもらうってテーマのはずなのに、それを助けてくれるでしょ、まあ、カットするわけないでしょ。確かにね。いや笑わせんだよマジでやっちゃっちいよいや絶対カットしないよ。カットしたらだって助けてくれるでしょ俺を、うん、味方にそんなねやらないですよ。俺も恩をあだで返さないですよ。じゃあ電車好きの人が陸上始めたくなるような一言を絶対カットしないんでお願いします。やっちゃっていいですか。やっちゃっていいっす。じゃあ行きますね。はい行っちゃっていいですか。行っちゃっていいっすよじゃあ行きますよ。はい、じゃあ東海道新幹線
望み前傾。あ、これ望み500系とかけた感じだ。何？